スタートの前の朝原朝原信春は、兵庫県神戸市北区出身の陸上競技元選手で、専門種目は短距離走、総幅跳び。2008年北京オリンピック、陸上男子 4X100 メートルリレーの銀メダリストである。現在は陸上競技指導者、スポーツ解説者等で活動中。100メートル競走においては、日本人として、 初めて10秒1台及び10秒0台を記録し、日本記録を3回更新した。妻は、同志社大学時代の、同窓生活アーティスティックスイミング元選手で、1992年、バルセロナオリンピックソロデュエット各種目の銅メダリスト、奥野文子。長女、長男、次女の3人の子供がいる。神戸市立、神戸東小学校、神戸市立神戸中学校、 兵庫県立、夢の大高等学校、同志社大小学部卒業後、大阪ガス入社。小部中時代は、ハンドボールブレギュラーで、全国大会出場を果たす。なお、現在同中学校のハンドボール部は、廃部となっている。陸上競技は、夢の大高から始め、高3時に、総幅飛びで、インターハイ優勝。もともと当初は、 総幅跳びが専門だったが、同志社大学在籍中の1993年10月26日に行われた国体の100メートルにおいて、当時の日本記録である10秒19をマークして優勝し、以後、スプリンターとしても注目されることになった。当時は和製カール・ルイスと呼ばれた、アジア人離れした体格と加速力を持ち、リレーのパートナーであった井上悟に、 あまりにも加速が速すぎて、彼にバトンを渡すのは難しかったと言わしめた。100メートルでの功績は大きく、1993年の10秒19、1996年の10秒14、1997年の10秒08と、日本人として初めて10秒1台、10秒0台を記録し、日本記録を3回更新した。また、オリンピック、 世界選手権の100メートルでは、1996年のアトランタ、1997年のアテネ、2001年のエドモントン、2003年のパリ、2007年の大阪と5回準決勝に進出している。しかしながら、世界大会での決勝進出は実現することはなかった。それまで日本記録を更新し合い、リレーメンバーとしても長い付き合いだった。 伊藤浩二とは、お互いの故障がもとで直接対決こそ少なかったが、1990年代後半から、相次ぐ二人の日本記録更新が、オリンピックや世界選手権における、リレー種目での入賞という形で現れた。それだけでなく、末次シンゴラ次の世代の台頭にも、つながった。2007年世界選手権では、日本代表のアンカーとして 4X100 メートル、リレーに出場。 決勝で5位、入賞2008年は年齢を押して、現役続行を宣言した。記録も、去ることながら、容姿も若く見られることが多い。また、4月の小田記念陸上では風を押して出場したが、10秒17という35歳の年齢では、驚異的な記録を樹立した。北京オリンピックの代表入りを目指して6月の日本選手権に出場。 決勝は10秒37の記録で2位であったが、6月30日の日本陸連の理事会で代表に選考され、4大会連続の代表となった。日本の陸上競技選手では、ハンマー投げの菅原武雄に次いで2人目の4大会連続出場となった北京オリンピックの本番は100メートルでは二次予選で、敗退し、アトランタオリンピック以来の準決勝進出はならなかった。しかし、 8月22日の 4X100 メートルリレー予選では1組2着に入り決勝進出。そして翌日、8月22日の 4X100 メートルリレー決勝では最終走者として登場し、3着でフィニッシュ。だがそれから8年経過後、このレースで当初金メダルを獲得だったジャマイカチームのネスタカーターがドーピングの検体の再検査で、 禁止薬物の陽性反応を示したため、2017年に銅メダルから銀メダルに正式に繰り上げとなっている。日本男子トラック種目のオリンピックでのメダル獲得は史上初であった。なおその際、朝原は興奮のあまりに、競技に使用したリレーバトンを宙に放り投げたために、一時バトンの行方が不明になっていたが、数日後に発見されて、リレーバトンは日本側に返還された。 その年齢やメダルを獲得したことから今後の進退が注目されていたが2008年9月のスーパー陸上を引退レースにすることが発表され正式な引退会見も行われた9月23日引退レースとなるスーパー陸上では男子100メートルに出場同メダルメンバーの3人を含むレースで3位に入りラストランを飾った競技終了後 朝原の引退セレモニーが挙行され、特別ゲストとして北京オリンピック三冠王のウサイン・ボルトが登場し、朝原にねぎらいの言葉と花束を送った。この当時まだ22歳のボルトも36歳までこの世界で現役を続けることは私にはできないかもしれないと話し、改めて朝原の息の長い現役生活に敬意を示すほどだった。朝原は 選手生活の最後にこんな幸せな最後を迎えられることはそういない。本当に感謝でいっぱいですと会場のファンの前で挨拶した。また、同メダルメンバーの末継ぐ、塚原、高平、そしてため末大、福島千里など、陸上仲間が朝原を胴上げして、セレモニーの最後を締めくくった。g 級面オブザイヤー e y 2008を受賞。母校の同志社大々学院に在籍していて、 2008年4月からは、同大学に新設された、スポーツ健康科学部のアドバイザーに就任し、陸上のみならず、スポーツ全体の貢献に関わっていく意思を表明した。名言は、100メートルは、人間力。2010年には、柳本翔一らとアスリートネットワークを結成。4月には、自らが主催する、スポーツクラブ、ノービートラックフィールドクラブを旗上げし、 ジュニアやユース世代の選手育成を主眼とした陸上競技教室などを開校している。2018年に行われた世界マスターズ陸上競技選手権大会の400メートルリレーにおいて43秒77で優勝。微光欄の記録は当時のものその他。ありがとうございます。